はいどうもこんにちは、ホステルと申します。今回はスプラトゥーン2の動画を初めて収録しております。まだまだプレイ歴半年ほどの新参者なんですけれども、ぜひともよろしくお願いしますね。まだまだ全然初心者でございます。ではやっていきましょう。フェスが始まってニワトリ VS 卵だね。ロビー前のタッチパネルから投票して参加してください。もう事前に投票してて、俺はニワトリ派でやるわ。サイトとか見てると結構ね、卵支持してる人たちが多くて、ならその逆を行こうかなみたいな、逆張りしていくスタイル。まあまあ、あまり勝ちにこだわらず楽しんでいこうかなっていう感じだよね。フェスだから、フェスだからっていうのもおかしいけど。で、ついでに言うとサーモンランも今もしかしたら緑派手な、全部これも遊んでいきたいよね。これから定期的にスプラトゥーンの動画も撮っていこうかなと思いますので、よろしくお願いしますね。ではやっていく。ジャイロ操作の関係上ちょっと画面グラグラしてるけど勘弁してくださいね。で、フェスは縄張りバトルなんで餌食ってきた。何食おうかな。今ね、スペシャル性能アップのギアが欲しいんだよね。これ飲んでこ。で、あとはギアのクリーニングして早速縄張りバトルに殴り込みましょうか。ちなみに今チャージャー使ってるんだけど、前回のフェスケチャマヨからチャージャーに乗り換えて、それでやってる。それまではシューター使ってた。最初プロボデラー使ってて、プロボデラー MG、 その後モミジシューター使って、プライムベッジュ使って、でアサリとヤグラが S ランクに届きましたよっていうところでチャージャーにくら替えした。なんでかっつったら、スプラトゥーンって他の TPS 系に比べて射程短いじゃないですか。試し撃ちライン5本分の距離だったらシューターってチャージャーに手も足も出ないんだよね。だから理論上エイムがほぼ 100% に近いぐらい当たるような人だったら、チャージャーの方は圧倒的に強いんじゃないかなと思って。まあ俺にはそこまでのエイム力はないんだけどね。他のシューター系のゲームに比べて射程が全体的に短いゲームだから、それならチャージャーが有利なんじゃないかなと思って使い始めたけど、まあこれがまたね、各ガチマッチ、各本当に B 隊と A 隊とうろうろするような感じになっちゃったね。 S は夢のまた夢で、竹使ったらもしかしたら S までいけるかもしれない。ガチヤグラ竹使ってやってるんだけど、ガチヤグラじゃねえわ、ガチエリアか、竹使ってやってるんだけど、あとちょっとで S いける。今 A プラスで腕前ゲージが半分ちょいぐらい、6、7割ぐらいで、ヒビ一つも入ってない状態なんだよね。これワンチャンいけるかもって感じだよね。ごちゃごちゃ喋ってても仕方ないんで、この装備でじゃあ一旦潜ってみるか。あ、武器どうしよう。縄張りだからスプラチャージャーじゃなくて、スプラチャージャーベッチューかコラボの方がいいよね。コラボ持っていこうかな。ボビビッチャー、どこどこ、これか、これ担いでこ。収録してるとちょっとこれシビアだな、遅延が。普段ホラーゲームの実況とかやってるんだけど、それだとあんまり遅延感じないけど、1フレームが重要な TPS 系とかだとやっぱり感じるね、これ遅延。若干遅れてるわ、キャプボ経由じゃない場合と。まあそれも収録しようと思ったら仕方ないといったところか。デスマッチレギュラーでまったり遊んでいきましょう。ではやっていきますよ。今日もよろしくお願いしますね。チャージャー使い始めてまだ3回くらいかな。全然エイムも定まらないけど、まあ頑張ってやっていく。2がマジで暑いよね。俺の部屋クーラーないんだけど、これ永遠のニワトリガールになるまでできんのかな、これフェース終わるまで。本当は朝から収録しようかと思ったんだけど、なかなかやっぱり重い腰が上がらねえわ、暑すぎて。まあともあれやっていく。数戦取ろっかな。立ち回りについてアドバイスとかございましたらぜひぜひいただきたいところ、私も謙虚に受け止めるつもりなんで。まだまだ初心者なんでね。ちなみに名前は土下座野郎です。トレンドワードだね、土下座野郎。
高勝率のドラマから撮った。やべ、すっげえこれ遅延激しい。遅延の少ないさ、キャプチャーボード知ってる人とかいたら教えてほしい。マジでこれ結構しんどいな。このマップを初めて、俺フェスは前回のフェスが初だから、やばいやばい、ラグラグラグ。これキャプモードせいか、マジでラギ。早速味方が死んでいく。やっべ、当てらんねこれ、無理だわ。これ配信してる方とかってどうやってやってんのかな。それも熱いですよね、これ熱だれしてる。キャプもラグがひでえ。やばいなこれ。当てられたもんじゃねえ、マジで。いや本来は普段はもっと当てられる、マジで。ちょっとやばすぎ、やっぱ先輩なんだけど。ボムピッチャーでキル取っている人ねえんじゃねえの。サービス食らってる。ああまずいね、味方が頑張ってくれてるおかげで。これ白見づらくない？白と黄色すごい見づらい。低遅延モードとかないのかな。あのウルトラハンコ吐いてるやつ落としたいけど無理だわこれ。ブレイブレードすっげえ低い、これ30出てねえわ。やばいやばいやばい、あそこにいるね。やっと当てられた。こんな近距離じゃないと当てられない男。ガチ戦犯のチャージャー使い、そもそも縄張りバトルでチャージャーを持ってくる時代が戦犯ではっていう感じなんだけど、このスーパージャンプから着地してくるやつぐらいにしか当てらんねえわ。狙った方向に行かない、これ裏に隠れてるでしょ。あーこれどうなるだろう、実際に編集するとき。プライムシューターがこれ強いよね。これ疑似企画で使ってたんだけど、前回のフェス前まで。もみじシューターからプライムシューターベッチュに持ち帰るぐらいのあたりぐらいから気合意識し始めて、で疑似企画でやってるとポン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 腕前上がったよね。武器すげえ重要だわと思った。じゃああいつ抜いて、抜けなかったわ。抜けないチャージャーほど役に立たないものはないといったところか。味方の皆さん誠に申し訳ない、本当にすまねえわ。勝ってんじゃねえか、普通に勝ってんじゃん。多分貢献度 1% といったところか。土下座やろう、本当に土下座するわ、すみませんでした。多分このキル1しか取れてないシャープマーカーの方がよっぽど貢献してると思うわ、塗りで。それ間違いねえわ。チャージャーのくせに3つしか抜けないっていうのは非常に問題なんだけど、終わってんだ。まあ2、3戦ほど収録しよっかな、このステージも気になるし。スーパーニワトリガール、ニワトリボーイに混ざって普通のニワトリガールだからね。土下座やろう、ガールのくせにやろう。どうせならホッケフトかモスク農園でやりたいか。慣れてるステージで。配信者の人たちって本当にこれどうなの？さっきも言ったけど、この遅延にもすでに慣れてしまってんのかな？それとも高い脚を使ってんのかな？高い脚を使うことによってそもそも遅延って少なくなるのかな？どうなんだろう？さっきの試合そもそもゴミピッチャー1回しか剥がなかったっていうのも問題なんだけど、誰も来ねえわ。ひょっとしてこのチャージャーに嫌気がさして抜けていったか、さっきの人。本当にすまねえわ、申し訳ない、こんなはずじゃなかったわ。直接モニターにつなげてプレイしてるときはもうちょっと抜ける、マジで。本当に言い訳がましいわ。これ左下にいる100倍マッチって俺なったことないんだよね、まだフェス2回目だけど。前回のフェスでもならなかったわ、10倍マッチまでだった。ひとこねー。これチャーやめた方がいいかな。
けどね、チャーで抜けるようになりたいんだよね。とはいえ、この遅延のレベルだったら練習にすらなってないような気がする。ちょっとやめるわ。別の武器持ってみる。何にしようかな。やっぱり濡れる武器の方がいいよね。久しぶりにプロモデラー持とっかな。これカーリングボムピッチャー俺好きなんだよね。カーリングピッチャーの武器って2種類しかないでしょ確か。もっと増えてほしいんだけどね。多分だけども武器の追加ってないだろうな。モデラー MG の塗りでガンガンスペシャル食べてボムピッチャー吐きまくっていくっていうスタイルでいくか。おっと非戦2枚。これもさ、バフ入ってから増えたよね、人口が。振りが半端じゃねえ。で、あとはプライムか。プライムって、縄張りバトル向きじゃないよね、濡れないから。まあ別に文句言ってるわけじゃないんだけど、好きな武器で楽しめばいいと思う、ですわ。実際俺そうだし。そして旋盤になっていくスタイル、本当にすまない。相手もスパッタリーとアタザップ、あれなんだクワッドホッパー。まだね武器のアイコンもろくに覚えてないから。であとはローラーか。塗りは向こうの方が強そう。なんで積極的にボムピッチャー吐いていく。敵の方に向かってねボムピッチャーポイ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 していく。やばい、死ぬ、死んだわ。すまない。黄色いのに染まっていく画面が。なんか階段あるよね、右の方に。向かってみるか。新しいマップってさ、本当にワクワクするやってて。新鮮な気持ちになるわ。ちょっとまだ半年しかやってないけど。ガンガンスペシャル貯めてこう。いるいるいる。あ、2枚いる。まずい。なんとか相打ちまで持っていけた。プロモデラーじゃなかったら一方的に勝ててたと思う。やっぱり対面性能低いよね。他のプロモデラーに比べて、カーリングピッチャーもそこまで強くないからね。他のモデラーってナイス玉と、あとなんだっけ、もう一つイカスピアだっけ、強いよね場合によっては。本当はスーパーチャキのうちにもある程度反応できるのよ俺一応。だけどこれだったら無理だわ。カーリングピッチャーと一緒に前線上げていくしかない。モブ中心に戦うから。やばい、ロボットが。スパッタリーもね、これ近寄られたら終わりだよね。フル速がマジで速い。使ってて爽快感はあるんだろうけど、でいかんせんやっぱりね、射程がカーリングじゃなかったな。9番置いとくか。やられてくいや、もうちょっと早く置けばよかったね。この名前がバカって俺のことだわ、すいませんでした、本当に。まだいるかな、バカ。もうさすがに離れてるか。マルチミサイルが飛んでくる。やられたあげてる、やられたあげてるやつのそばにいるかな、バカ。なんか飛んできた、向こうの方にいる。ロボットも誰だ、アクサップか。床に張っていく。スライドきついわ、これ。これだけ遅延してると。お、椅子付近までやってきてる敵へ。このローラー、スーパージャンプもね、 A 体くらいまでったら対抗スペシャルだよね、本当に。反応できないからあのね、反応できたとしても打ち抜けないのよ、エイムが合わなくて。それが A から S とか反応できても抜けないみたいな。で、もういい的なのが X 体とか S プラスから X みたいな、そういうイメージなんだけど、スーパーチクチって。 C 体 B 体とかだったらマジで最強するじゃん。勝てねえわ、バカ戦犯。おすすめのさ、キャプチャーボードとかあったら教えてほしい。ご覧の方ぜひよろしくお願いします。これね、2回目以降の動画を撮る気も起こさせなくなるほどの遅延だわここまでひどいものとは思わなかった、キャプ5経由の遅延が。 TPS 系で
人対人のゲームってキャプボゲームでやったことなかったからけど、これはさすがに目に余るレベルだわ。なんかいい方法ないのかな。低遅延モードみたいなものを搭載されてるはずなんだけど、キャプチャーボードってけど、もうすでにこれ低遅延でやってるはずなんだよね。これってさ、ステージってミステリーゾーンが選ばれやすくなってんのかな。前回のフェスでもそう感じたんだけど、ホッケとモズクの選択率ってそんなに高く なかったりする。その辺ちょっと分かんねえわ、フェス経験浅いから。チームの勝ち負け関係なく、スーパーサザエが欲しいだけなんだよね。最初からフェスにずっと参加してたわけじゃないから、スーパーサザエの数が少ない。まだ俺1回しか使ってないのに74個しかないからね。そしてまた必須点1人いなくなる。このプロモデラー MG に嫌気がさしてるな。どけさやろ、どけさやろ。ひどいよこれ。一番ひでえのは俺のプレイか。まだ武器持ち帰るか、何持とっかな。もうエームあんまり関係ない、ローラーとか持った方がいいんじゃない。むしろ俺も必須点持とっかな。必須点持つか。もうエームで勝負をするレベルじゃないんだけど、このままじゃいつまでたっても普通の鶏があるのは。ちょっとそしたらカットしよっかな。あ、来た来た、ありがとうございます。スプラシューターの方、顔文字の人、誠の鶏ガールの中に混じって普通の鶏ガール。部屋が暑いんで申し訳ない。焼き鳥になってしまうわこのバージョン。部屋の中で熱中症になって冷たくなって翌朝発見されるパターンか。ゲームの電源だけついてるみたいな。うそーん、俺じゃねえよな。あのね、収録してる時って部屋の扉閉め切ってるんだけど、電波が弱くなんだよね。本当に申し訳ないけど Wi-Fi なんだわ環境が。人対人の TPS においてあるまじき行為なんだけど、まあ、金銭的余裕があってね、優先じゃないんです、申し訳ない、すまねえわ。けどやっぱり無線でやってる人って多いよね。マッチの途中で落ちたりとかする方とかかなりいらっしゃるんで。はい、デュアルスイーパーとリールガンとローラーか。デュアルスイーパーさ、ナース入ったけど相変わらず強いよね。強いと思う。ステップの、ステップじゃないあれなんだっけ、あの移動するやつの印象疲労が 5% から 8% に増えたっつってもかなり軽微なレベルだと思うんだよね。そのぐらいだったら、むしろデュアルスイーパーって自覚か射程にナーフ入れないと絶対弱くなんねえから。自覚と射程が厄介な武器なわけであって、まあ、通常のうちの判定が弱くなったらしいんだけど、それがどのくらい弱くなったか分かんないから、バーレッピーに抜かれてく。向こうのチャージャーには抜かれたくない。自分も今メインのチャージャーだから。なんかさ、チャージャー使っててチャージャーに抜かれたらイラッとする。あ、本当はもうちょっと相手の方に向かって投げたかったんだけど、風船の方に投げちゃった。すべて遅延のせいにしよう。もうもう100倍マッチとかになったらもう配信っていうというよりも録画やめてキャプチャーボードから引っこ抜いて普通にモニターにつなげてやりたいぐらいだ。バーッとスプラスコープの音がする。左右の隔離って何なのこれ、息できなくなるってこと。あっ、ちょっと待って待って待って、マップ早くない、弱いね。味方のローラーの目の前で自殺したわ、ごめんなさい。
投げしたわ。あ、実は俺今チャージャーに狙われてたんだよね。だから、あの自ら身投げしたんだけど。はい、あ、ダメか。スコープを一心不乱に覗いてるやつにスプラッシュボムを当てていく。遮蔽に隠れながら、ね、バレスにその辺にない、あ、遠いところか。これは雨投げてこう。相打ちに持っていく。対面弱えな。味方がカモンをしているが、そこへ飛んでいく度胸はないよ。多分なかなかガチマッチでランク上がんないのもスーパージャンプ使うのためらってるからだろうね。俺スーパージャンプ使うの結構怖いんだわ。あ、なんか倒していく。あ、やべ、潰される。これ潰されるのかな。だけどこんなからくりなんだ。誰かが、なんだ、カンパボムを投げてくる。内側にシャージャーいるな。これ中に後方ってないの。とりあえず投げてこう。わー、これだけどこの遅延が研修の時も出てきたら嫌だな。おっと、チャージャーには抜かれたくない。どこに、こっちなんかいなかった。今1枚クリアリングしながらね。あ、向こうにいるチャージャー、いけ、シュッ、ダメー、肩弱すぎ。そうだな、そしたらまあこんな感じで多分もうね、キャプチャーボード買い替える限りスプラトゥーン2は動画がしない説もあるわ。これ思った以上にひどかった。いろいろと一向の価値がある内容になったな。まあこれも値千金の情報ってことで次回につなげよう。性能の高いキャプチャーボード何回も申し上げるけど、ご存知の方いたら教えてください。お願いします。あとはね、同じく年明けデビューの初心者の方とかガンガンコメント書き込んでいただければ、今ね底辺配信者だから確実に返信いたしますので交流深めていきましょう。概要欄かどこかにフレンドコードも載せとくわ。いやー、だけどね、オール緑武器のサーモンランの動画も撮ろうかと思ったんだけど、これちょっと無理だよね。やべえわ。これオール緑武器ってもう来てるよね。ちょっと熊さん紹介、あ、いけるか。一瞬いけなくなってるような気がしたわ。いやー、だけどここは意を決して、せっかくキャプチャーボードにつなげたから任天堂スイッチを久しぶりに、ここ最近ねプレステ2のホラーゲームばっかり実況してて、あんまりスイッチのゲームやってなかったんだけど、はい、今来てるね、オールハテナ。そしたらサーモンランボ、この次の動画で何回かやろうかな。はい、そうします。今日はここまでにしましょう。残りのフェスはプライベートで楽しませていただく。永遠の鶏ガールまで持っていってスーパーサタイもらえますよね。はい、ではご視聴ありがとうございました。